DJ ファットのニューヨーク旅行記をやっていきたいと思っています。8月9日月曜日、この日はどんな感じでしたか？この日は、あれですね、グラフィティを、まあ、いつも基本的にあの昼間っていうのは自分特に明日何しようって思って寝てるわけじゃなくて、起きて、はいはいはい、その日の天気とテンションで あそこ行こうみたいな感じで、うんうんうん、この日は天気良かったんでちょっとなくなってしまったポップスモークと、はい、この辺有名ですよね。これってカナーシーにあるんですか？カナーシーですね。はい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 。地下鉄の L ラインの終点が確かカナーシー。はいはい、そうですよね。そっから歩いて。あれなんです。俺も最後だから長い間その Q のフラットブッシュだったんですけど、うん、最後俺 L トレインだったんですよ。のマートルワイコフっていうあのアップルの CM になったとこなんですけど、その L トレインをずーっと乗っていくとカナーシーなんですけど、うん、まあまあもちろん俺も行ったことありますけど、まあ殺伐としますよねカナーシーってね。確かに。そうなの。この人カナーシーの人間だからね。はい。あとは。あとはそのまま、まあ、ポップスモーク見て、そのグラフィティ見て、でその後また今度はマンハッタンに移動して、はいはい、ビズマーキーのグラフィティ。ああこれですね。はいはいはい、うん、これでもこれ結構小さいですよね。あのこれ小さいね。いいです。でもこれ素敵ですね。すごい、うん、はい、地下鉄からこう出口上がってすぐの壁に書いてあるんで、まあサイズはこれどこって言ってましたっけ？これはハウストン、ディランシーの近く、そうハウストン通りの、はいはい、駅ですね。はいはい、多分ハウストンですよね多分、うん、そうですね、うん、まあでもそこら辺のローアイースト、ローアイスサイドってことですね。そうです、うんうんうん、ジョージフロイド、ああはいはい、それもそのハウストン通りのまあとある壁に書いてたもんで、これもハウストン通りなんですね、うん、そうですね。でまあ今回コロナになってからはあのね、コロナ禍になってからは去年行けなかったんで、はい、今年行ってみて結構そういうブラックライブズマターの関連のグラフィティとかも多く見かけて、やっぱりそうなんですね、うん、そうですね、うん、とか毎年行ってるけど2020年だけ行ってないですね。2019年行ったんですね。そう、うん、はいはいはい、でその間にまあね、あのいろんなことがね、いろいろ起こったんで、はあ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 、この何だっけ、この送ってくれた写真の Everyone smiles when you wear a mask っていう、ね、なんか可愛い写真ですね。これは多分あれですよね、 MTA の地下鉄の、うんうん、でまあ結構ニューヨークの街の至る所にこうマスクを推奨するこういう絵というか、うん、グラフィックというか、なるほど、がまあそこら中で見かけて、まあこれもやっぱコロナ禍ならではのあれかなと。あとこのビギーのバドワイザーのね、これはその本当に泊まってる宿の下のデリがあって、はい、まあ、フォード君は分かると思うんですけど、はい、分かりますよもちろん、ずっとどうしてもタバコ1本で売ってる、まあ、そう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 、はい、ちょっと部屋でビールでも飲もうかなと思って降りたら売ってて、はいはい、うわーと思って買ってって最初はあブルックリンやからかと思って、はいはい、すごいなと思ってたらまたちょっと後々これが紐づいてくることになるんですけど、へえ、そうなんですね、うん、そうなんだ。で夜はクイーンズの、あー、これはそうですね、サーマニーですね、 DJ サーマニー、うん、そうですね、日本にも、うん、俺もインスタつながってるんですけど、うん、日本人の、ね、友達とかもすごい多いですよね。そうですね、すごく陽気でお酒大好き、可愛いしね、なんかそうそうそう。ちなみにファボラ、まあ、うん、ファボラスのうん、ソーブルックリンっていう曲のビデオとかにもサーマニー多分出てる。ああ、うん、ね、なんか僕も拝見したんですけど、それはそう、うん、どの駅やったかちょっと忘れたけど、駅から距離歩いて、うん、まあ、なかなか普段サクッと行ける感じの場所じゃない感じで、はいはいはい、はい、うん、それもだからいいんすよね、なんかそういう良さもあるっすよね。俺とファット君で昔、うん、ほらダイクマンとか行った時、あ、まあ殺伐としてて、やっぱそういう、うん、危ないとこ歩いてパーティー開けたらなんかこうパーティー超盛り上がってるみたいなってやっぱいいっすよね、うん、そうですね、ワクワク感、なんかちょっと行く道中とかもね、周り暗いんでドキドキしながら、はいはい、ドキドキしながら行くんですよね、うん、そうなんですよ、そう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 、はい、そしたらじゃあ次の日は、8月10日は、うん、向こうのニューヨークの住んでる、友達で DJ でエリック・ラピューっていう、まあ、アメリカ人なんですけど、はいはいはい、車でブルックリンを案内してくれて、へえ、そうなんですね、うん、
なんかちょっと移動しながらバスキアのね、あのお墓とか、はい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 、うん、これですね、行ったり、そうそうそう、そこからまあブルックリンブリッジの方に移動して、あのブルックリン側のそこからまあちょっといろいろ散歩したりしながら、いろいろ最近の話とかしながらって感じで、うん、ちなみにこれアメリカ人の人ですよね。そうです、ニューヨーク、はいはいはい、ファット君はちなみにあれですか、これもみんな気になるとこだと思うんですけど、1年に1回ニューヨーク行ってて、もう英語はどうですか、どのぐらいいけます？本当に軽い会話ぐらいならって感じで、うん、アメリカ人の友達とかもまあまあそんなに僕が英語はめちゃペラペラ話せるわけじゃないから、すごく分かりやすく話してくれるっていう。なるほどなるほど、そうなんですね。そうですね、うん、でもっと例えばね、住んだり語学勉強してペラペラになりたいなとは思ってるんですけどね、はいはいはい、ああそうなんですね、うんうん、でバスキア昼はじゃあ、まあ、ブルックリン巡って、でバスキアのお墓行ってっていう感じで、うん、夜は、夜はビッグワンダーっていう、これもあのニューヨークのアメリカ人 DJ がいて、でそのビッグワンダーがリトルシスターっていう、あの最近比較的新しいナイトクラブで回すってことだったんで、ほう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 、まあそこに連絡して、じゃあ今日行くよって言って遊びに行った感じですね、うん、なんかちょっとく、うん、暗いこの映像っすよね、映像ってこのなんかドームみたいになってるやつですね。あ、そうですね、うん、なんかでもミックスですね、人種。そうですね、白人の人も黒人の人もいるって感じで、でまあ場所もユニオンスクエアなんで、はいはい、まあ比較的みんな行きやすい場所で、うんうんうん、うん、観光客っぽい人もたくさんいたりって感じですね。はいはいはい、そうですね、うん、じゃあお次は11日水曜日、この日はどんな感じでしたか？うん、この日もね天気良かったんで、うんうん、まあこれはちょっとあの自分ニューヨーク行ったら毎年行ってるグラフィティスポットがあって、はあはあ、ブルックリンのあのブシュイック、はいはいはい、もちろんわかります、うん、だから最後に住んでたところは、ね、ほら俺エルトレインのマートなんで、うんうん、たまにブシュイックとか降りて、まあ、ね、あの、うん、まあバーとかね、いろいろこう結構大きめのバーとか、あと古着屋とかいっぱいあるんですよ、うんうん、で俺結構好きだった、ね、うんうん、ここが結構その毎年っていう、あの言ってたんだけど、それは1年経つと結構グラフィティが変わってて、そうですよね、うんうん、うん、それの違いをこう見に行く楽しさもあって、はいはい、このパグとかめっちゃ可愛いじゃないですか、うん、あーね、これもね リボンついてるパグみたいな、最後に行った2019年の時はこれなかったんで、よく覚えてますねそれねすごいないや結構写真を撮ってって、あの毎年、はい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 、で残してあるもんで、はいはい、去年はどんなんやったかなって見ながらこう地下鉄乗って、はいはいはい、はい、うん、まあ予習をして実際その場に行って、あ、ここが変わってるとか、さすがっすね、はい、うん、でそっからハーレム行くんですよね。セシールズっていうのは違うメニューなんですか？ハーレムはエンジェルオブハーレムじゃないんですね。カンド君はそうエンジェルオブハーレムでもやってるけど、この日はセシールズっていう、レストラン、あ、そうなんですよ、レストランで系列みたいな感じですか？いや、どう、多分違うかなとは思うんですけどね。もちろんね、まあ、あの俺も知ってる DJ カンド、シャラウト DJ カンドっていう感じなんですけど、そうなんですね、エンジェル・オブ・ハーレムと近いんですかこれ、エンジェル・オブ・ハーレムとセシル、すぐ歩いてもう5分ぐらいの距離で、はいはいはい、でたまたまそのセシルズで、まあ、カンド君とこう久しぶりに会って、うんうん、まあ、プレー聞きながら、僕は、はいはい、まあ、お酒飲みながらって感じでやってて、はい、でプレー終わりになんかどっか行かないですかみたいな話になって、はいはいはい、たまたま近くであのそのエンジェル・オブ・ハーレムでそれこそ、はいはいはい、あのファーストチョイスが回してるってことで、うんうんうん、じゃちょっと行ってみようかって感じで、なるほど、そこでファーストチョイスとカンドと3人でリンク、そうですね、チョイスは日本で2回ぐらい一緒にやったことがあるもんで、へえ、そうなんですね、それはどこですか、うん、名古屋ですか？名古屋ですね、うんうんうん、で自分はそこからまたあのクイーンズのクラブに遊びに行ったんですけど、はいはいはい、なんか結構これポッピーな感じですね。そうですね、はいはいはい、アカプルコっていうところで、はいはいはい、で当初なんかフライヤー見たらキャミロがクレジットされてて写真も載ってたんで、はいはいはい、キャミロのプレー聞きに行こうと思って行ったら、うん、今日キャミロ来ないよって言われて入り口で、うん、そうですね、あのこれ日本の皆さんにあの伝えた方がいいんですけど、これマジでよくあるんですよね。
ね、そんなことってやっぱ日本だとなかなか起きないですよね。今日 DJ 誰々さん来ますみたいな、あちょっと今日来ませんみたいな気軽な感じでしかも何のアナウンスもなしで、何のアナウンスもないからね、キャンセルのアナウンスもないからあのクイーンズのちょっと奥の方やったもんで、はい、わざわざね、もうそっからまたどっかに移動するのもあれやから、そうですよね、わかるわ。なんかだから俺たちとか昔まあ俺友達の DJ 友和が来てた時やったんですけど、途中から友和も気づいて、なんか一旦その人のインスタグラムとかチェックして、 DJ のね本当にいるかどうか確認してから行くみたいなそう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 。あとなんかあれなんですよ、例えばそういうフット系の DJ ってめっちゃ面白いのが、例えば何個もやるじゃないですか、1日に。だからもう仕事なんですよ、あいつらにとって。だからすげえなと思ったのが、俺が1回やってた時にすげえ早い時間ですよ、すげえ早い時間に、まあ俺オープンアップだって言われてやってたら、ちょっと悪いんだけどさっつって、俺次あるから変わってくんないっつって、それまあまあちょっとさすがに名前は言わないですけど、まあまあ有名なホット97の DJ なんですけど、次あるからもうちょっと変わってくんないっつって、全然人がねいない中でそのメインでブッキングしたやつが1時間ぐらいやって、はい一応やったよみたいな感じで帰るんですよねめっちゃ面白いですよね、あれね。あるっすよね、なんかあるある、うん、だから勝手になんていうの、一応フライヤー乗ってるからやんなきゃなんか一応行くんだけど、うん、アーリーとかやって帰っ次行っちゃうやつがいるっすよね。うん、その日に何件か上げてるやつは、まあ、一応ストーリーで見て、多分ストーリーで並んでる順にこう、はいはい、早い時間、ね、真ん中遅い時間ってなると思うから、うん、自分が行く時間をそこに合わせていくっていう、はいはい、あとは間違いなくいるかどうか確認してから行くっていうね、うん、ああ、まあ確かに確かに。